それでは伝達関数の第3回目として信号のラプラス変換について説明をしていきたいと思います。システムがこのように与えられ、入力 U が引火されるとそれに対して出力 Y が出てくる、このようなシステムを考えます。で、この時に信号のラプラス変換はこのような定義によって書かれ、入力の時系列の値と出力の時系列の値はそれぞれラプラス変換すると US、YS という記号を用いて表現されます。で、この時間領域の表現から周波数領域への表現と移行するという形になります。で、今回は入力 U をラプラス変換し、システムにこの U を作用させると、単純な掛け算の形で出力のラプラス変換が得られるというところまで前までの話でしたので、で、ここの YS が求まるとそこから出力を逆ラプラス変換で求めるということができるという話をしていましたので、その具体的な例を示していきたいと思います。具体的に伝達関数を使うことで応答波形を簡単に求めることができるというのをまあ実感してもらうというのが今回の流れになります。で、具体的にどういうことをするかというと、伝達関数 G が与えられて、それに入力を作用させるというのは、単純な、伝達関数の積で計算されるんですが、その積のままだと応答波形の計算ができないので、これを、単純な項の、線形和の形に書き直してやります。上の形式から下の形式に変換するその変換を部分分数分解というふうに言います。この分母がこういう積の形になっているのをそれぞれの項に分けてやって、この係数を決める。で、この上と下の伝達関数 G が一致するように係数を決めてやるということをします。で、それによって、それぞれの項の逆ラプラス変換は簡単に、変換式からできますので、それによって応答波形を計算することができる。そういうことになります。で、具体的な例を見ていきます。で、ここで制御対象としてこのような制御対象を考えます。で、制御対象がこのように与えられた上で、制御入力として S 分の1単位ステップ入力を引火した場合を考えます。この時、出力のラプラス変換 YS は GS と US の積ですので、単純にこのような形になります。分母が S プラス3と S プラス2と S を掛け合わせたもので、分子が6と。という形になります。で、これに対して、ちょっと実際に応答波形をまず見てみようと思います。今ここで、このような伝達関数、S プラス3と S プラス2と S を下で分母はかけたものを、まあ、展開した形になっています。で、上が6となっています。で、これに対して、インパルス応答を、実行します。すると、出力はこのように最終的に1に追従するような形で、このような応答波形になります。出力の時間応答はこのような形になります。続いて、具体的に部分分数分解をしてみます。こういう構造になってたのに対して、次に、この S プラス3分の何とか、S プラス2分の何とか、S 分の何とかという形に分解してやります。で、このやり方については、基本的にこちらの項に、S プラス3っていう項をかけてやると。で、その上でその S にマイナス3を代入してやると、係数 A が求まります。で、S プラス2という項をかけて、S にマイナス2を代入してやると、B の値が求まります。で、最後にこれに S をかけてやって、S イコール0をこの中に代入してやると C が求まります。まあ、これは両辺に、例えば S プラス3を、という項をかけてやった場合に、A だけ残って、こっちに S プラス3、こっちに S プラス3をかけたものは、S にマイナス3を代入すると消えてしまうので、こちらの式とこちらの式で統合が成り立つための A が先ほどの操作によって求まります。で、具体的な操作によって求まった係数 A は、2になり、B はマイナス3、C は1になります。例えばこの項に S プラス3という項をかけてやると、分子分母で S プラス3がキャンセルされて、S プラス2
かける S 分の6という形になりますが、そこに S にマイナス3を代入してやると、こちらがマイナス1になって、こちらがマイナス3になります。で、マイナス2か、1かけるマイナス3分の6は2になるので、そのような形で係数 A が求まります。同様に係数 B、係数 C もこのような形で求まって、で、これの逆ラプラス変換は、A 倍の、エクスポネンシャルのマイナス 3t。で、こちらは B 倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。こちらは、C 倍の、まあ、単位ステップと、という形になります。まあ、定数 C という形になります。で、それを踏まえて、ちょっとシミュレーションの方に移りたいと思います。はい。先ほどの係数が2、マイナス3、1とそれぞれ求まったというところから、A2 という形で伝達関数を表現してやると、掛け合わせたものは、先ほどのものと、実は全く同じになって、で、この A2 について、インパルス応答を求めてやりますと、このように応答波形は先ほどと全く同じになります。で、ポイントは手計算によって、先ほどの、出力 Y というのが、まあ、解析的な形で書けると。まあ、またラボ等で計算すると楽なんですが、まあ、部分分数、分解をすることによって、応答波形を実際に計算することができます。今日の説明は以上になります。ご視聴ありがとうございました。伝達関数に関するこの他の動画はこちらになります。